ザ・チャンスザチャンスザチャンスは、1979年4月10日から1986年10月2日まで、TBS 系列で放送されていた視聴者参加型のクイズゲーム番組である。アメリカ CBS の番組、ザ・プライスイズライト、ザ・プライスイズライト、フリーマントルメディア制作、2018年現在も、放送中を本案した番組である。 1979年1月1日に、正月特別番組、超豪華、プライスゲームお年玉だよ。ピンクレディというタイトルで放送。これが好評であったことから、1979年4月から、レギュラー番組化された。レギュラー放送開始から1984年9月までは、ヤンマーディーゼル、以下ヤンマー、現、ヤンマーホールディングスの一社提供番組で、タイトルに、 ヤンマーファミリーアワーを監視していたが、1984年10月より複数スポンサーによる提供となった。会場からランダムに選ばれた参加者がゲームに挑戦し、成功すれば自動車や海外旅行などの豪華商品が贈られた。収録は日本青年館で行われていた。初代司会者、正月特番を含むは全番組、戸部、孫悟空。 ドリフターズ出演の人形劇。同番組も、ヤンマーの一社提供だったにも、ナビゲーターとして出演していた、ピンクレディだったが、放送開始から間もなく、アメリカでのテレビ番組出演のために休むことになり、事実上交番、ピンチヒッター司会者として、伊藤史郎と、湯原正幸が一周交代で2回ずつ担当した後、伊藤が正式に2代目司会者となった。ピンクレディの帰国後も、 プロデューサーの意向によって伊藤が司会を務め続けた。ナウゲッタチャンス、ナウゲットザチャンスが合言葉であり、それを言う際にピンクレディは人差し指と中指をクロスさせたサインを出し、また伊藤は V サインを出すのが定番だった。また、伊藤の発する正解が入っている封筒を開け中身を出す際の正解は人や賞金や目録を渡す際に口ずさむ。 にんにいきにいみン、ヘデル作曲、みオ、勇者は変える、別名、特徴家。いわゆる、表彰式で流れる音楽などの言葉も彼が司会になってからの名物となっている。ゲームの商品は、小川哲也、通称、あきらちゃんや大竹誠、通称、まこっちゃんなどが担当する、天の声、スタート当初は、影の声と呼ばれるナレーションによって紹介された。 カーテンから現れる商品は豪華なものが多かったが、たまにあまり豪華ではない商品。例えば旅行カバン一式が登場して、参加視聴者が少し落胆した後、伊藤が文句を言いながらもその商品の説明していると、小川哲也が、ではこのカバンを持って出かけましょう。豪華海外旅行です。などとナレーションされて、豪華商品が追加されるという。 手の込んだ二段仕掛けになっているケースもあった。番組中盤以降からは、小川哲也だけとなり、ゲームチャレンジ後に、伊藤が何かあるごとに、一体どうなってんの、らちゃん。に対し小川は、それでは説明して参りましょう。十万千百円でした。と数字にアクセントを強調してナレーションするという、演出が、毎回の流れであった。開始して、以後は、 正月でも通常通り放送していたが、先日の、お年玉だよピンクレディーを放送してから5年1日後の1984年1月2日には、ザ・ドリフターズのみをゲストに招いて、史上唯一の正月特番、ドリフが挑戦、お年玉だよ。ウルトラチャンスを18時30分、19時54分の拡大版で放送した。同日の同局では9時11時24分に、 1980年から放送されていた恒例特番超豪華番組対角資芸、最終放送が放送されたがこの中のワンコーナーでザチャンスを放送したため1日に2回もザチャンスを見ることができた最初に参加者の中から4チームが選ばれそのチームを対象に小物商品の値段を当てるプライスクイズチャレンジゲームが行われた このクイズで内輪で正解金額に一番近かったチームが商品獲得をかけたゲーム、チャンスゲームの挑戦権を得る。答え出し、数字が出るときにレジスターの効果音が鳴るの数字はデジタル表となっており、デジタル数字の表示板は挑戦者席だけでなく会場内全体にもわかるように天井にもデジタル数字の表示板が4基付けられていた。 商品獲得ゲームの挑戦権を得たチームのところには、自たる数字が点滅し、電飾も点灯していた。4チームの値段の答え出しが終わった時点で、正解のチャイムが鳴ると、ピタリ賞。賞金10万円がいるという知らせであったが、逆に、全チームが、内輪はとならず、ブザーが鳴らされて回答し直すことも年に数回あった。チャンスゲームの挑戦権を得た1チーム。 ゲームによっては2チームの場合もあったには、この問題で出題された商品が送られた。チャンスゲームに成功すると、参加者の天井に吊るされていたくす玉が割られて、大量の紙吹雪が降り、字幕スーパーで、おめでとう。商品名獲得。と表示され、商品獲得となった BGM は、ブラスバンド風のファンファーレ。逆に獲得失敗、失格の場合には、残念。 と表示され、番組開始当初は表示されていなかった、商品を獲得できなかった、BGM は急降下をイメージしたもの。商品には、トヨタガローラ、トヨタスプリンター、マツダファミリア、ホンダバラードなど、ちなみに、各車種、車両本体価格が100万円以下で、なおかつ80から90万円台、当時のサイレン化グレードだったがあった。チャンスゲームには、 商品の種類や金額に合わせて様々なものがあった。以下は、その一部である。特別な例外がない限り、60秒以内で成功させる。タイムオーバーならば失格。音楽と共に制限時間内。最終ゲーム後に残った3組、初期においては2組の対戦形式で行われた。当初のコーナータイトルは、ザビッグホイール、ボーナスゲーム。後に、ザラストチャンス。 ファイナルマッチを経て、最末期では、ザガイナルマッチウルトラチャンス、となった。この項目では便宜上、ザガイナルマッチの名称を使用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。